オリジナル武将5人から天下統一を目指すアッキーミロです。はい、続きやっていきます。前回は光陵と光華を陥落させることに成功しました。その後は体制立て直しながら今武陵に向かって馬超と国将を出撃させています。そして関寧と報徳はちょっとここら辺再走回りを漁っていこうと思います。で、ちょっと効果の方は兵糧がまあ10万近くあるものの、ちょっと攻撃するには米が不安なので、7月になるか、ちょっとこの立さんが巨匠から深夜に輸送送ってるの届いたら、さらにこれを効果に送って15万ぐらいになったらもう兵を多く持たせて六甲に攻めたいと考えています。それまではしばらく様子見ですね。で、ちょっと光陵にいる何人かの優秀な武将を甲州に移動させたいと思います。もう劉将軍の県内を攻める準備を始めます。まあ、慶州の方は米を蓄えている間にこの益州の食の地を甲州から攻めて奪うっていう形ですね。もう県内さえ落としてしまえば雲南はもうカスみたいなもんなんで、劉将軍滅亡は簡単だと思います。まあただ食の地はこの移動が本当大変なんで、単純にこの下に攻めるまで時間かかりそうです。あとは士気の低下との戦いなので、あんまり無茶して一直線に攻めるんじゃなくて、まず周りを固めて、そのうちに県内から部隊出たら叩いていこうと思います。はい、甲州に向かわせる武将は芝居、文平、各学信、巨長と、まあ、義の武将を多めに送ります。行こう。頼んだ。まあ、残りの武将たちで武陵は大丈夫でしょう。っていうかもう出してる馬超と国将だけで大丈夫だと思います。関内と報徳には引き続きこの陣を破壊してもらいましょうか。攻撃で、馬超と国将はまずこの弓矢倉を破壊しましょうか。こうやって見ると陣を破壊したりとかなんだかんだしてるうちに結構士気が減らされそうな気はしますね。もう一部隊出した方がいいかな。兵糧39,000、いやー、やっぱ不安だな。やめておこう。馬超と国将を信じます。各指示は終えたんですが、ちょっと部隊との戦いになるところがないので、ちょっと次のターンまで飛ばしたいと思います。はい、先ほどのターンでここにあった陣は破壊することに成功しました。となると次はこの歩を取りに行きましょう。さすがに孫作軍も出してくるかな。馬超たちは弓矢倉まだ破壊できてませんね。もう次の陣に向けちゃいましょうか。通り道に弓矢倉破壊してくれるでしょう。各指示を終えてきたんですけど、今気づいたんですけど、左側になんか出征とかいうの増えてますね。なんだこれ。総退却とかありますけど、2位の州へ部隊を送ります。どういうこと。あー、軍団を分けていたらここ攻めろよっていう指示ができるってことですかね。今第一軍しかないんで、今第一軍選んじゃったら勝手にみんな出撃しちゃう感じか。いや、これをやめておきましょう。まあ全部自分で操作するのが面倒な場合はこれを使えってことですかね。まあ、なんかの縛りプレイするときには使えそうな気はしますけどあんまり自分でやっちゃダメみたいなこのターンも何もなければ飛ばしていこうと思います。ただ最速から出てくるかもしれませんね。出てこなかったです。馬超と国将はまだ陣に手こずってますね。まあ、この陣破壊したらもう武陵に攻めに行きましょう。で、関内たちは何の邪魔もなく武将に向かってますね。曹操軍、劉将軍追い返したと思ったら再び来ましたよ、高老館側に
これは工場兵器の照射ですね。照射で指輪から壊しに来てますね。面白い。行くぞ、ゲン。いや、もうゲンだけじゃない。全員行くぞ。もう、細かく出した方が早く勝負がつくっていうのは学んだんで、一気に行きます。4部隊、加工場に向けて突撃させます。で中継して弓矢倉を直させますけど、多分壊されちゃいますね。間に合わない。頼んだ、とよみろー。甲州に核たちがたどり着いたので出陣させましょう。さあ、文兵協調核芝居学進行くぞ。はい、学進だけ勝者で、あとは基本野戦に向けた陣形で出陣させます。核が眼光で、文兵協調芝居は魚鱗ですね。まあさすがに一気に城に攻めるわけではないんですけど、やっぱ距離が遠いので、いけるって思った時に一つも工場兵器がないのはちょっとめんどくせえなーと思っちゃったんですよね。また城に戻して続撃とかやってると。だから、革新だけ工場兵器にしておいて、チャンスと見たらもう県内に突っ込ませます。まあまずは歩を取りに行きましょう。ではこのターンもちょっと最初心配なので見ていきましょう。さすがにここまで近づいたら出してくる気がするんだよな。出してこない。流氷軍も出してこないですね。となると曹操軍との戦いかと思ったら帰っていった。曹操軍は弓矢倉だけ壊して帰ってきましたね。だったら新しく作るまでよ。ここだ。任せろ。カンネイとホートクはこの武将にたどり着きましたね。何の妨害も受けてないです。ああ、そうか、カンネイたち上陽から出してたから、こっちなんだな。もう武将がいない気がする。ちょうどホートクとカンネイだけですね。土地占領広げたいな。あんまり広げられる武将がいない。まあ、5マスでも、1よりはマシでしょう。ということで、5マス陣を配置しておきます。カンネイとホートクはちょっとこの弓矢倉だけ壊しておきましょう。馬長と国将は弓矢倉壊し終えたので、もう武領に一直線です。頼んだ。そしてちょっとしくったことに気づきました。漢中から運搬持ちの京都を高価に輸送してたのもすっかり忘れてました。兵士3万金兵糧5万5万持ってってるんですけど、まあ金と兵糧はいいんですけど、いや、金も結構余っちゃうか。兵士と金が、多分この規模大に対してオーバーしちゃうんですよね。ちょっとこれはもったいないなーって気がするので、出陣したいと思います。まあもうちょっと金はしょうがないっすね。今から向き先変えるのもなーって感じするんで。てかむしろ、輸送すぎて、いや、金大丈夫か？今大で、上陽が13万溜まってるんで、オーバーしないっすね。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。ということなので、兵士だけ9万、だから約10万までしか入らないので、出陣したいと思います。どうしようかね。あんまり調子に乗って出しすぎると危ないんだよな。長領、長公、助公という技能3面つに出陣していただきましょう。兵はみんな最大持てる分だけ持たせて、全員魚鱗にしました。ちょっと防御力も高めでいきたいなぁと思って奉仕やめました。ちなみにもう市政の方で、魚鱗も長領が入って、あれ長領だったかな、誰だか忘れたんですけど、5を持ってる人が入ってくれたおかげで、魚鱗と奉仕が今レベル10以上になってます。で、ここら辺に出てる部隊がなんか妙に動きが遅いんで、攻めてきたら戦おうかなと思います。まあ、一回ここの歩を取りに行って、孫策軍の動きを見ましょう。いざ行かん。まあ、京都さんがもうここまで来てるんで、兵糧も大丈夫でしょう。現時点で9万あって、こっから5万増えるんで。で、もう5月下旬なんで、次のターン6月になって、さらに3ターン重ねれば7月上旬なんで、多分大丈夫でしょう。野戦戦うぐらいなら。ちなみに文兵たちは、甲州から出撃して、まだここら辺ですね。県内から出てくる気配はなしです。なんか輸送は来てますけど。金と兵糧、微妙な数送られてますね。はい、では今回武領にたどり着いちゃうと思うんで見ていきましょう。舞台出してくるかな。出してくる気配なし。各将軍と曹操が同盟を結びました。
馬超動き早い、さすがですよ。セーランが追いつけない。国章頑張って、一番乗りは俺だ。馬超張り切ってますね。一応馬超の方は混乱も持たせてるんですよね今回。かく乱だ、かく乱。でもこれ敵機動ダウンって書いてあるから混乱と間違えたらこれ多分城に使えないっすね城に使うためにセットしてきたのに無意味だった。カンネイと宝徳の方も特に邪魔されてないですね。ただなんかこいつらなんだ、サイソーの援軍に向かってんのか。宝徳隊って書いてありますね。こいつらなんとこんな遠い方に向かおうとしてきてます。まあいいでしょう、来るなら来いや。逆にこの3部隊放置しといていいんですかって感じですけどまあ多分帰ってくるんじゃないですかね、何部隊かはこっちに。では引き続き武陵の戦い見ていきましょう。国将がこのターンでたどり着けるはず。あ、でも格乱使える。あ、部隊が出てきた。だったらこっちだ、くらえ。出てきたばっかでさようなら。やっぱり一発でした。くさー、よし、国将セーランだ、くらえ、打ち尽くします。残りいくつだ、5150か、結構あんな。まだ聞いてください、武陵残り5150です。まあ国将まだ1万近く兵持ってるんで大丈夫でしょう。そしてこっちは、あ、出てきてないな。うん、じゃあ負の占領でも手伝っててもらいましょうか。やりましょう。で長領たちはまだここか、たどり着いてないですね。そして曹操軍のところに弓矢倉作り終えたみたいですね。なんかせっかく出陣したからな、もうちょい作って帰るかなんかこのまま帰ってももったいないですね。炎章が攻めてきた時のっていうちょっと嫌がらせでここに作っときますか承知マジでただの嫌がらせだな、暇だからやっとくみたいな感じですでは武陵の戦いの続きを見ていきましょう。一応馬超に提案で補充あったんでやっておきました。造作もない。あと久々に探索やったんでなんか見つけてきました。かく乱の書ですね。二項、お、なんか弓ですね。そういえばアイテムあげるとか言って全然あげてねえな。やっぱ全員城に引きこもったタイミングがなかなかないんですよね。どっかでちょっと一回こう腰を据えてやりたいですね。全員城の中にいて感触やアイテムも何でももうあげられるっていうタイミングを。常に戦争しっぱなしだからな。おお、流氷軍またか、流番なんかくれー。もういいよこういうちょっとしたアイテムで全然返してあげる。これでも納得しないの。おいおい、流番どんだけ価値ねえんだよ。武陵は残り1255なんで次のターン流氷軍滅亡ですね。そして孫策サイドの方は舞台がもうここまで来ましたね。ふむ、そろそろこいつら負の上に待機させましょう。てか陣作っとけばよかったな、今思うと。さすがに間に合わないな、ちょっとこの負を取られたら嫌なんでここの上で待機させておきます。でこの上はもう負取れましたね、やった。さて地域担当配置したんですけどどうしようかな、この後この3人もうちょっと孫策軍つついてみるか。どうした、この風ちょっと、いやこっち行ってみるか。うん、そうしましょう。ちょっとこっち行きます。こっちだと露光からちょっと近すぎるんで今日和りました文兵たちはもう次のターンでこちらの府主邸かな、これ、はいですね、主邸にたどり着きますね。いかがした、もう続けて次の方を取りに行っちゃいますか。進軍、わかり申した、呼びましたか。各も中継して進軍、一切承知。効果の兵糧ももう11万になっているんですよね。で6月下旬なんで次のターンもう7月になるからな、勝丸出しちゃおうかな。ちょっとまだ6個早い気はするんです
けど、ある程度進めておいてもいいかなっていう気もし、いやまだ早いか、もう 1,2 ターン待ちましょう。では武陵ラストターン見ていきましょう。武陵落とすイコール流氷軍滅亡なんで、かかれー。はい、終わりました。あっけないものでしたね。 V を制圧しました。超余裕。いやまあ正直流氷軍とは上陽と栄養の戦いで全ての決着がつきましたね。まあそこに全兵力を投入してきてましたから、流氷軍は。流氷軍が滅亡しました。かっか、この捕虜はそれをしか捕まえてきたのですぞ。すごいアピールしてきてるね。めっちゃいっぱいいる。一括で一応投入してみましょう。お、何人か来てくれましたね。6人の投入に成功しました。残りは全員捕虜。みんな投与してやるぜ。カンネイとかどういう風に戦ってんのかな。あ、来てる来てる。なんかカンネイめっちゃ囲まれてるんですけど、さすがにそれは無理でしょう。カンネイ活動されたら危険だよ。師匠軍が我が軍の武陵方面へ向かって進行中のようです。ほう、どうやら師匠軍も武陵を狙っていたようですね。そのままこっちに来てると。3部隊。面白い。そして、最初から恐ろしいほどの数が出てきてます。なんじゃこりゃ。舞台、舞台、舞台、舞台。めっちゃ来てるなぁ。さすがにカンネイと、宝徳二人じゃ無理か、これは。しかもなんか割と3000だけじゃなくて7000とかも混ざってんすよね。どうだろう。こっちに何も仕掛けてこないのが逆に怖いな。まあ、宝徳も、もう向かわせるしかないかな。でも平坦切りしてきそうで怖いんだよな。このまま放置していくとさすがに危ない気がするんですよね。再装を落としに行くか。ちょっと再装を落とすというよりか、再装の方に兵を戻してもらうとか、もしくは分散してもらう意味で、効果からちょっと出陣させます。狙うはこちらの、宝徳港ですね。宝徳港。こっちに攻めようとしたらさすがに兵を何部隊か戻してくると信じます。女性両方、こういう時のために取っておいたと言っても過言ではないですからね。勝丸ももう馬体も出しちゃおうかな。この際。はい。結果的に勝丸勝者、両方勝者で出します。で、女性と馬体は魚鱗で護衛として一緒に出します。さあ、行くぞ。ちょっと近くに弓矢があるのは嫌だけど。まあ、多少減るのはしょうがない。うまくいけばおびき寄せるだけじゃなくて、再走まで狙える気がしますね。宝徳たちの援護出してあげたいな。ただ距離が結構遠いんだよな。ただ、香料も米が10万あるんですよね。これならいけるかな。ちょっと甲虫あたり出してあげますか。リゲンも久々に出撃させるか。ただ何気に、師匠軍の方も気になるっちゃ気になるんだよな。まあ、バウン力をちょっと馬長たちの援軍に送ってあげるか。とりあえず今は、大至急、孫策軍との戦いに向かうんだ。25日となかなかの日数かかりますね。ついてこい。頼む。そして、バウン力。もう、出撃兼輸送っていう形で出しましょう。どうしよう。他の奴らもちょっと兵数持ってってほしいな。馬量もでも、移動に結構時間かかっちゃいそうだからあんま良くねえか。秋見ろ向かわせるか。いやでも兵とか輸送で出せばいいか、わざわざ。出陣で全部考えなくても。よし、砲手で8000で。バウン力は急いで向かって。出番ね。です。曹操軍に対して弓矢倉作ってた部隊も返しちゃいます。
あんまり長く外に出しておくと忠誠下がっちゃうんで、提案に長小隊に掛けあるんでやっておきましょう。では再走マリの戦い見ていきましょう。吉報をお持ちしました。掛けは成功したけど兵減ってるように見えないよ。観念報徳頑張って。あーすげえ平坦切りに向かってきてるっぽいやついるなこいつ。よしとりあえず一部隊撃破。お、やった、カンネイが負に向かってくれた。だけど結構やっぱきついな、部隊がとにかく数が多すぎる。これは援軍もすぐには届かないからな。でもこっちとかはほんと邪魔が来ないな。こっちに対しても何も来ないしな。本当にいいのかい君たち、そろそろ戻った方がいいんじゃない。ちなみに師匠軍全員待機になってますね。やっぱもともとは流氷軍の武量を落としに行こうと思ってたけど、やっべ明美の軍になった、どうするどうするみたいな感じで悩んでるみたいです。多分撤退していきますねこれは。劉備軍もうダメかもしれません。もうこの1都市しかなくて孫策軍にボコボコにされてますね。では再び再走回り見ていきましょう。提案に補充ないかなと思ったんですけど、そんな都合のいいことはありませんでした。さあそして流氷軍の捕虜をいっぱい投与しかけました。まあ多分全員来てくれるはずです。もう帰る国がないんでね、身も心も預けるわって。いいんすか、旦那さんも一緒に投与しましたよ。かんねやべえな。お、来た、ナイス報徳くらえ、ズボーン、倒しきれないか。くそ、意外に敵視ぶてえな。うわ、報徳やられました。でも放領にはならなかったです、よかった。誠心誠意お使いします。頼むぜ。やっぱ誰にも断られないですね。観念ももう無理だな。ご確認ください。孫策軍が常用方面に向かって進軍中のようです。師匠軍が武陵方面に向かって進軍中のようです。孫策軍ドイツだ、こいつらか。で師匠軍は、あ、来た、止まらずに突っ込んできましたね。面白い、その兵力で果たして勝てるのかな君たちって感じですけど、まあ来るなら戦ってやりますよ。ただ兵糧がねえな。金もねえ、商人もいねえ、とっとと輸送しないとこれはやばいですね。運搬持ってる人がほんとレアでいないんすよね。兵糧、まあ金も3万ぐらい輸送してあげようかな、商人が来た時に買えるように。で兵ももうある程度輸送、いや3万ぐらいしよう、もう上からさらに輸送すれば高料は大丈夫なはず。40日3ターンじゃなく4ターンもかかんのかよ。あー兵糧問題さえなければ大丈夫なんだけど、兵糧の心配あるなこれ。籠城しとくか。今出撃したらやばい気がする。そしてカンネイこれ助けるのはちょっと正直無理ですね。となったらもうあそこの負はちょっと置いといて、ここら辺に G を一回作っておきましょう。やろう、呼んだか。リゲンもここらに弓矢倉を作っておきましょうか。多分できそうな気はしますけど、カンネイが捕まんないことを祈りますね。ただこっちの負は正直もらったって感じですね。もうそっからじゃ間に合わないっしょ。で長江さんたちは陸湾にもうちょっとで着きますね。どうしようかな、だったらもう命令をこれ中継にしてこの G をもう壊すようにしておきましょう。では今回も再走の周り見ていこうと思います。関内すまん、もうどうしようもできん、なんとか捕まらないように逃げて壊滅。うわー、よし捕まんなかったようです。死者が到着しました。おお、これって
孫作孫権のお母さんじゃないですか。まあ統率10は無理だとしても、なんか別のもんないかな。統率あげたいんだよな。リクトどうですか。7もダメなの。両頭さん、ちょっと孫作軍で立場低いんじゃないですか。無理だ。おお、理学でいいのか、理学か、理学がなくなっちゃいました。最有母か。どこに配置してたっけな、あの二人。はい、孫作軍甲虫の方にも向かってきてますね、こりゃ。で、何部隊か戻ってってますね。こっちに来てるか。あ、でも陸案含め取れましたね。ちょっと武将の数が足んなくなってきたな。師匠軍なんか途中で撤退していきました。さすがに無理だと気づいたようですね。チャンスと見えたけど輸送来てるよ、アウトアウトって感じで撤退かな。まあ経緯は知らんすけど助かりました。今こっちも戦いにくいんで。文兵と核はもうこちらの兵の府にたどり着きそうですね。またここで止まっちゃうともったいないので、中継地点にして、ちゃんと今なってるか、中継にしてこちらに向けましょう。核も同じく中継にして、草加に向けましょう。今一瞬核は左に向かわせるのもありかなと思ったんですけど、ちょっとな、核の眼光と学心の照射じゃあ部隊がもし来たら守りきれないんでやめました。やっぱ一緒に行きましょう。炎将軍再び曹操に攻めてるみたいですね。すまんな、弓矢倉を立ててしまったから勝手に攻撃がいってしまってるよ。間接的に曹操軍の援護になってますね。もう151しかないし、間違いなくこの弓矢倉のせいですね。いやー、こいつもそうだ、こいつ700のことが持たないだろ。もうちょっとこう迂回してこっちから行けばいいのにね。なんでわざわざこんなギリギリ弓矢倉の方に攻めてくるんだ。もうコンピューターってか AI らしいですけど。曹操軍、孫策軍にも攻められてますね。もう劉備軍は壁が持たないですね。やっぱりこのパートで劉備軍さよならですね。さて、再送周りの指示ですが、李玄はなんかストップしてんな。なんでだ、あ、ここに陣立てちゃったから弓矢倉立てられなくなっちゃったのかな。まあ、わかんないな。とりあえず、この陣のところまで進めましょうか。で、敵設計したら攻撃。甲虫も同じく国交に進軍して近づいてくるなら攻撃させましょう。こっちどうすっかな。弓矢倉が邪魔なんですよね。全員ちょっと弓矢倉に攻撃させましょう。承知。あとは来るなら来いって感じです。では再送周りの戦い見ていきましょう。うまくいった。うん、こいつに士気下げても意味なかったっすね。さあ甲虫頑張ろう。ああ敵逃げてった。あ、これ劉備軍ですね。劉備軍が滅亡しました。孫策軍に吸収されましたね。右側すげー来てるぞー。やつら数でバンバン来るなー。弓矢倉の破壊には成功しましたね。あー、こいつ平坦切りでなってやがる。あかん。どうする。とりあえずちょっと甲虫と李玄さんはもうこちらの服を取りに行きましょう。わかった。マジかー、まずいなー、これ間に合わねえ気がする。向かわせるだけ向かわせますけど。頼むよ、もう女性と抜体はもう敵を倒してもらいましょう。攻撃攻撃、両毛に特に期待したい。こっちの3部隊は陣壊し中ですね。相変わらず敵は部隊出してこないです。師匠軍はもう完全撤退していったので武領は平和です。文兵たちも特に攻められることはなく淡々と歩を取っていってます。
では引き続き再走回り見ていきましょう。お喜びください。やつを倒せ。家計でやられてくんねえからいやー無理そうだな。あ、でも減ってはいる。お、一騎打ちだ。女性 VS 誰だ今。5歳さん41。これは圧勝でしょう。もうスキップスキップ。はい、勝利。燃え尽きてくれー。いや、ダメだ。家計が終わっちまった。あー、やばい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 。あー、下手切りだった、これ。撃破はしたけど。くっ。これ、下手切られたし、やっぱり。うわー、やられたー。やってくれるぜー。マジでこいつらずっと出たっきり帰っていかねえなー。どうする、この右の部隊。武将はとりあえず取れたんすけどね。援護に向かわせたいとこですね。ただ城の前を通っていきたくはないので。くー、どうすればいい。とりあえず陸の部隊かな。海の部隊は正直高地も得意じゃないからな。利元も向かってくれ。くー、もうなんか船で行っちゃいそうな気もするけど、これなんとか助けてあげて。この3部隊は陣壊し終えましたね。じゃあ次に向かわせましょう。いや、これは中継にしても陣攻撃させましょう。任せてくれ。高陵からちょっと秋見ろ出撃させます。ふと思ったんですけど、水上戦であれば水攻じゃなくなるんで秋見ろも活躍できるんじゃないかって思ったんですよね2番持たせてちょっと陸じゃなく海の上で戦おうと思います。どう向かおうかな。平坦切りをさせないためにこっちにとりあえず行くか。結構秋見ろ2番持たされるから5マスずつ進行できるんですよね。まあ、いや、とりあえず一回ここにしましょう。シング出陣だ。出陣だ。提案には賭けありますね。やりましょう。式典か。でもこれ師匠軍か。師匠軍はどうでもいいや。では再び再走回り見ていきましょう。お喜びください。神聖の提案が欲しかったな。やーべえなー、みんな平坦切られてる状態でボコられてるよこれ。勝丸が特にもうどうしようもできねえなこれ。あー、両党が脱出しちゃった。いや、なんかみんな無視してってないか。これ平坦切りしてるっていうよりも女皇たちの方に向かってない。やっぱり6校になってますね、目標が。帰ろうとしてるんですね、こいつら。となると残りはこいつだけか。こいつは待機になってる。なるほど。まあ確かに6校、ピンチっちゃピンチですもんね。放っておけないか。秋見ろ、さすが水光、早い。もうここまで来てる。まあ、とりあえず、高中は、こっち。狙わせましょう。心得た。どうした。で、利元はちょっと平坦切りをやめさせたいので一回こっち行って、でさらにこっからここ行ってつなげましょう。任せてもらおう。そして武陵にいる馬長と国将とかちょっともったいないんで移動させましょう。高陵に向かってで、高陵から出撃させましょう。文兵たちは総火も取れましたね。これ以上の負となると山を越えなきゃいけなくなるんですね。いかがした。行くか。ちょっとさすがにまだ剣で落とせるほどの兵力はないですね。心得もただいま。さすがにここまでやったら出てくるかな。カンネイたちが効果にたどり着いたのでこのままもう出しちゃいます。カンネイ報徳行くぞ。
どうしよっかな、もう奉仕でいいか。いやー、どうなんだろうな。工場兵器の方がいいのかな。宝徳は照射でいくか。観念は舞台、宝徳は再装狙いっていう感じで、こいつらが全員露光に行くかどうかがちょっと怪しいですけど、まあとりあえず、よし、突っ切って行かせましょう。では再び再装回り見ていきましょう。よし、勝丸動き始めてくれた。オッケーオッケー。おお、なんか独立しましたね。炎将軍に反旗を翻したようです。まあそんなところで独立しても絶対勝てないと思うけどね、頑張って。はい、すんごい中途半端なんですけど、気づいたらめっちゃすごい時間になってたんで、今回はここでやめたいと思います。いや、次回は、この再装を狙っていくのプラス、露光の兵力を減らしていきたいと思います。まあ、こいつら全員戻っていったら結構な数になりますね。まあ、あとは、今戦ってるところは、戦うというか一応占領に向かってるのは劉将軍ですが、一向に出てくる気配ないですね。まあ、5万をさすがに城攻めする気ないんで、部隊出してくるまでひたすら周りを埋めていきます。 あと曹操軍がまた勝者出してきましたね。まあこれは義援たちを出して対抗しましょう。余裕で倒せると思います。にしても炎将軍の牧羊で反乱起きたのか、曹操軍にとってはありがたい結果でしたね。で、劉備軍はもうやられてしまい、孫策軍はさらに上の交友軍にまで攻めようとしてますね。はい、という形で今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。